はい。今回は自分は好きなのに相手に嫌われる人の特徴っていうのをね、話していこうと思います。で、今回の話、かなり大切です。かなり大切なので、もう相手との人間関係において、これを忘れてしまったら、大体の場合破滅に行くと、人間関係が崩壊してしまうから、絶対覚えおいてほしいなっていう内容を話していくので、えぜひ、 いい姿勢で聞いていただけたらなというふうに思います。このチャンネルではそういったコミュニケーションとか、生き方、考え方とか、そういった部分を主に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。まず、人間関係ですね。自分は好きなのに相手に嫌われる人っていうのは、この人がいるのが当たり前って考えてしまう特徴があるんですよ。この人がいるのが当たり前。例えば、 彼女のまるちゃんが隣にいてくれるのが当たり前とか、お母さんがいてくれるのが当たり前とか、この友達は自分の横にいてくれて当たり前とかっていう風うな感じで、その人との関係を当たり前化してしまうんですね。で、こうやって、も、まあ、たれていってしまうっていうような関係になっていくことが非常に多いんですね。もたれかかっていくと。で、隣にいるのが、 当たり前な人なんていないんだっていうことをしっかりと覚えておくことが大事なんですよ。なぜかというと、当たり前っていうふうに感じてしまうと、当たり前に感謝できなくなってしまうからなんですね。例えば、夫婦になって、旦那さんが奥さんに何かしてくれるのは当たり前だ、料理を作ってくれるのは当たり前だとか、アイロンかけてくれるのは当たり前だとか、洗濯してくれるのは当たり前だとか、そういうふうなことを考え始めたら、感謝できなくなってきますよね。まあ、心の中では感謝してても、それをスルーしちゃうじゃないですか。 で、後から、なんかいろいろやってくれたなっていうことを数えていたときに、あこんなにしてもらったんだって感じることもあったりするわけですけども、そういうふうに、人っていうのは、当たり前って思ってるときに、その感謝っていうものの、感謝っていうものを原寸大で、ちゃんと等身大のまま受け取ることっていうのはできていないんですね。ちゃんとその感謝っていうのをあえて届けられないんですよ。感じられないんですね。だから、当たり前にしてしまうと、どうしてもそこの部分が麻痺してきちゃう。 だから人間関係においては相手に不満が出てきたりだとか相間にすごいそのお互いの行動っていう面とか発言っていう面での信頼関係がなくなってきてしまうわけなんですよね。で大事なのってこの人がいるから当たり前なんじゃなくて一人ででで、いいるるのが当たり前だっていう,ふうに感じることなんですよでこれは結局のところ一人でいる独立心を持たなきゃいけないっていうことであって。うん 一人が当たり前だからこそ二人でいると幸せなんですよ。これが大事なんですね。独立心を自分で持っている人っていうのは、一人でいるのが当たり前なんです。一人でも充実してるんですよ。だからその一人でも独立してる、充実してる人同士が一緒になるからこそ二人の幸せっていうのを作っていけるわけであって、この感覚が非常に大事なんですね。一人は当たり前であり、二人は幸福なことなんだというふうに感じられる。でも、そうじゃない人。 自分は好きななのに、に相手に嫌われていっちゃうみたいな人とかはね、どうなってしまうのかっていうと2人が当たり前なんですよ。2人が当たり前で1人は不幸だと考えるんですよ。でこういうふうな感じで相手を傷つけてしまったりだとか相手にもたれかかってしまったりだとかっていう関係になるから破滅の道に向かってしまうんですね。だから、よく恋愛において、 だから自分は幸せじゃない。相手も幸せじゃない。だからなんか傷の波合いで付き合ったみたいなカップルって結構すぐ喧嘩別れしたりするんですよ。これなぜかっていうと、一人だと不幸だからです。一人の不幸同士が一緒になったところで不幸かける2なんですよね <laughs>。それはもう不幸不幸なんですよ。そういうことなんですね。だから不幸同士が一緒になっても不幸なんですよ。なぜかというと、マイナスは、マイナスと一緒にくっついたってマイナスですよね <laughs>。っていうことです。 こういう風に、もう別にマイナスとマイナスが一緒になったらプラスにはならないわけなんですよね。この感覚がめちゃくちゃ大事なんですよ。マイナスの人は相手から奪おうとする、ね。 でも、奪い合いが始まっちゃうわけですよ。恋愛においてとか人間関係においてマイナスに人同士がくっつくとマイナスに相手を傷つけ合うわけですねで。傷つけ合ってたくさん喧嘩とかしたり奪い合ったりとかってしてどんどん関係が悪化していくっていうことが起こるわけなんですよね。だからまずやるべきことっていうのは外から自分の幸福を持ってくることじゃなくてまず自分の中から幸福になることなんですよ。自分で独立することなんですよ。自立することなんですよ。これをしないうちに人とどういうふうに接していこうとか。 なんかね、人に頼っていこうとかってしちゃうと、えー、どうしても人から奪ってしまう発想になってしまうわけですねだから自分がまずは変わろうとする自分がまずはしっかりと自分で自立しようとか自分の充実した生活を取り入れようとかってしていくだからまずはじゃあ部屋から片付けようかなとか自分の私生活ちょっときっちりしていこうかなとかちょっと本読もうかなとか そういうふうに、まずは自分からできることを何かしていって、自分のエネルギー状態を高めたりだとか、自分の状態を少しでもプラスに持っていくようにすることで、プラスになっていくと、人との関係、まあ自分で自分の幸せっていうものを感じられる状態で人と接するからこそ、本当の感謝ができるんですよ、相手に対して。あ、こんなことをしてくれてたんだって思えるんですね。だから、自分がマイナスで自分一人だと不幸だと思ってる状態だったとしたら、相手が何かしてくれて,ても気づかないんですよね。だから、ちゃんと相手の、 に感謝できたたりりだとととかかかちちゃんと相手のの気持ちが分かれうい人って,っていうのは自分で独立でできているとなんですよ自分で自立できている人なんですよで。そうなっていくことが非常に大事だということなんですね。だから一人でいるのが当たり前っていう状態を作っていかなきゃいけないわけですよ。別に一人でいろって言ってるわけじゃなくて、一人でも生きていける。一人でも当たり前に自立して幸福に生きていける。 だからこそ本当にそういう気があった人と一緒にいる時に幸せを感じられるんだっていうような認識を求めてほしいんですね。だからまずは一人を充実させてほしいなっていうことです。一人を充実させる。人が隣にいるその幸せを忘れちゃいけないよっていうことです。一人でもちゃんと生きていけるって思ってるからこそ隣にいる人に感謝できるし隣にいる人がかけがえのない存在なんだって思えるからこそ大切にできるわけですよね。 だからそうやって、まずは自分を大事にする。自分を大事にして自分を充実させる。そうすることによって、隣にいてくれる人の本当の価値が分かる。だから、そういうふうに、自分は好きなのにってってもたれかかっていくんじゃなくて、ちゃんと相手に感謝する。 自分一人でも生きていけるんだけどもこの人がいたらより幸福だよねって思えるような感覚っていうものを持っておくだけで相手にもたれかかっていってしまうとか相手を傷つけてしまうっていうことが少なくなっていくと思うのでぜひこの感覚を持っていてほしいなっていうふうに思います。でこういうふうに自分の足でしっかりと立てる人をどん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 増やしていきたいなって思ってて、まあ、僕いろんな発信していってるんですけどもそうやって自分の足でしっかりと、えー、立つこと。 人にもたれかかったりとか傷を傷つけたりとか人に依存したりして生きていくんじゃなくてしっかりと自分の足で立って。 人と、こう、ま、支え合いながら上に上がっていくとか、えー、人を幸せにして、幸せにされてっていうような、まあ、相互依存の環境を作っていけるような輪を、どん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 広げていきたいなっていう思いで、ま、発信していってます。で、そういうのが、え、一番受け取れるようになってるのが僕のメールコミュニティで、まあ、メールコミュニティでは考え方とか価値観とか、まあ、具体的なコミュニケーションの方法であったりだとか、まあ、仕事でこういうふうにしたらね、うまくいくんじゃないのとか、なんかそういうふうな、ま、根本的な部分を主に解説していってます。なので、ぜひ、え、概要欄にあるね、 いいいから参加ししててみて欲しいなっていう,ふうに思いますで毎日こんな感じで動画もアップしていってるんでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。